明けましておめでとうございます。2023年最初の動画となります。なんか年が明けてからモチベーションが落ちちゃって初投稿が遅れてしまいましたよ。さて、最近リリースされたハンドヘルドゲーム機の中でお手軽に購入ができる低価格なアンバーミックの RG35WX ですが、私はこのモデル、最近リリースされた機種の中でもかなり気に入ってます。ファミコン、ゲームボーイなどのレトロコンソールに最適で、初代プレイステーションぐらいなら十分なパフォーマンスを発揮してくれます。画面が明るくて発色も綺麗だし、操作性の良いボタンに軽くて小さすぎない本体のサイズ感が良いですね。とはいえ、公式のファームウェアだと日本語がおかしかったり、設定も最低限でいまいちなんですよね。今回の動画は RG35WX 用にリリースされたオペレーティングシステムガーリック OS 導入方法を解説します。公式ファームウェアより多くのエミュレーターやスケーリングなどレトロアークの詳細な設定が可能、パフォーマンスも向上します。それでは導入解説に行きましょう。ガーリック OS の導入にはゲーム機はもちろんですが Windows、PC、または Mac が必要となります。この動画では Windows による解説です。そしてマイクロ SD カードはシステム用とゲームデータ用2枚ある方が良いですが、システム用の SD カード1枚でも問題はありませんが、できれば信頼性の高いメーカー品を推奨します。次に導入するガーリック OS のイメージデータ、回答や SD カードへの書き込み、パーテーションの拡張などの作業のためいくつかソフトが必要です。概要欄に推奨ソフトのダウンロードリンクを貼ってありますのでご確認ください。作業自体はそれほど難しくはありませんが、間違えるとデータ損失の事故につながりますので自己責任で実施してくださいね。まずはガーリック OS の制作者の方のサイトからシステムイメージをダウンロードします。ページ中段までスクロールするとここからダウンロードができます。ダウンロードしたら 7zip などで解凍してバレないイチャーを使い SD カードに書き込みします。くれぐれも対象ディスクを間違わないように気をつけてください。書き込みが終わるとこのような警告が出る場合がありますが、すべてキャンセルします。続いてディスクジーニアスを起動、 SD カードの未使用領域をROM用のドライブに割り当てします。 SD カードの FAT32 のドライブを探してリサイズパーテーションを選択。すべての未使用領域を FAT32 にスライドして割り当てて実行します。また、ボリュームネームをロムズに設定しましょう。
ゲーム用 SD カードの設定時、ROMs ドライブ内にあるコンソールフォルダの構成を使用するので、PC に一時的にバックアップを作成しておきます。また、BIOS を所有しているなら、このディレクトリー内に保存しましょう。ただし、ネオジオの BIOS はゲームロムと同じフォルダーになります。これで、システム用 SD カード作成が完了です。次に、ゲームデータ用となる2枚目の SD カードを作成します。システム用1枚だけで運用するのであれば、この作業は不要です。フォーマッターを使用、SD カードを FAT32 にフォーマットします。ボリュームラベルは ROMs に設定します。フォーマットが完了したら、PC に保存してあるコンソールフォルダーを、フォーマットした SD カードのルートディレクトリに丸ごとコピペします。所有しているゲームロムは、該当するコンソールフォルダーに保存します。システム用の SD カード内のコンソールフォルダーでも大丈夫です。システム用の SD カードは TF1 スロット、ゲームデータ用の SD カードは TF2 スロットに挿入。電源を投入してメニューが表示されたら完了です。最後にシステムの更新方法を解説します。制作者の方のサイト、先ほどと同じページの中段左側のデータをダウンロードします。ダウンロードしたデータを解凍してミスクフォルダーの中身をシステム用 SD カードのルートディレクトリにコピーしてペースト、丸ごと書き換えします。続いて、ROMs フォルダーの中身を、先ほどと同じく、SD カードの ROMs フォルダーに丸ごとコピーしてペーストします。ゲームデータ用の SD カードも、ROMs フォルダーにコピペします。これでアップデートは完了します。難しくはないけど、少し手間がかかりますね。今回は RG35WX 用カスタムファームウェアガーリック OS 導入方法を解説しました。この OS UI はものすごいシンプルだけど、ゲーム中にメニューキーと X ボタンを押せばレトロアーチの設定画面が出てくるので詳細な設定が可能になります。パフォーマンスも向上するし、公式よりもかなり使い勝手が良くなりますよ。RG35WX を所有していて、公式ファームウェアに不満があるなら、ぜひ試してみてください。もっとユーザーが増えて、ミオミニのように、本体のカスタムとかが盛り上がったら嬉しいですね。はい、そんな感じで、今回の動画は以上となります。今年もできるだけ動画投稿しますので、チャンネル登録に、評価、コメントなど、引き続きよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバイ。